皆さんこんにちは。今回は、龍が如く界のジャイアン、郷田龍二の人生を解説していきたいと思います。桐生さんにとっては、因縁のライバル、といったキャラクターですよね。そうそう、龍が如く2では、ラスボスを務め、本編での登場はそれっきりでしたが、外伝作品では大役を買っていたり、主要キャラとの関係も深かったりと、意外にも、活躍の機会は多かったので、まとめて振り返っていきますね。よろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは、いかつすぎた、少年期から。え？龍二ってそんな昔から出ていたんだっけ？本編ストーリー上では登場していませんが、実は、龍が如くゼロのサブストーリー、龍と呼ばれそうな男にて、当時12歳、小学6年生の龍二くんが登場していたんだ。小学生か、あんなおっかない人にも、可愛い時はあったんだね。ところがどっこい、当時からロングコートを着こなし、小学生とは思えないタッパに、相変わらずの子はモテ。こんな小学生いてたまるかい。しかし、そんないかつい見た目に反して、しっかりランドセルは背負うという、突っ込みどころ満載なスタイルで、登場しています。背中に背負ってるのが、大門じゃなく、ランドセルなだけで。もう風格は、立派な極道者だよ。この頃から一人称は Y で、やはり、家族の職業柄、クラスメイトからは怖がられ、無視もされていたようですが、当の本人は、大して気に留めず、逆に、同級生をカツアゲした、ヤンキー高校生へのあだ討ちとして、ボンタン狩りを行い、片っ端から締め上げていたんだ。イメージ的には、いじめとかしてそうなのに、ただただいいやつじゃない。それも、本人曰く同級生のためなんかではなく、ヤンキーどもが生きてるのが、気に食わんだけ、という、どこぞのサイヤ人の王子並みに、弱い言い訳をしており、実際に、女子がカツアゲされた時には、顔真っ赤にして怒っていたそうですよ。意外に女子たちからは、陰でキャーキャー言われてそう。そんな龍二くんが登場した、サブストーリーでは、若かりし頃の真島の兄さんと出会っており、ヤンキーの一味と勘違いして襲いかかり、敗北するも、真島さんにも末恐ろしいガキと、感じさせるほどで、龍二にやられたヤンキーたちが、集団で仕返しに来た時には、それをたった一人で倒すという、まさに、伝説級の極道にふさわしい力を、見せつけていました。さすがは関西の龍、やっぱこの男は別格ですね。ちなみにその後、東京に修学旅行に来た龍二くん、そこで、後のライバルとなる、桐生さんとも顔を合わせており、桐生さんは、未来が見える占い師から、これから話しかけられた人物が、将来因縁の相手になると、占われていたので、この二人の戦いは、後付け設定という名の運命で、決まっていたようですね。関東の龍と、関西の龍の初絡みが、こんな意外な形だったとは。続いては、龍が如く2の時代を描いた、関西の龍時代をご紹介。龍二といえば、やっぱこの時だよね。当時30歳だった龍二は、自身の所属する関西の大組織、近江連合と、100億円事件によって衰退した、関東の東条会との間に結ばれる、五分の杯に、不満を抱き、関東と関西の、全面戦争を起こすべく、暴れ回っていたんだ。この、力こそ正義って感じが、たまらん。その中で、桐生さんとは、蒼天堀のキャバレーで出会っていて、堂島の龍と、関西の龍、互いに龍の異名を持つ者として、ライバル視し、ミレニアムタワーの爆破テロをほのめかすという、好戦的な挨拶を交わしていて、ほぼ初対面で、ボトルアタックと爆破宣告って、私ならさすがに引いちゃうな。その翌日には実際に、ミレニアムタワーの、爆破を決行したり、東条会と海連合が、杯を交わすところへ乱入し、本部をクーデター、自身の育ての親で、近江連合現会長でもある、郷田陣を誘拐し、関東へ勢力を伸ばし、日本統一をするために、カムロ町への侵攻を開始しているんだ。面構えも、行動力も、鬼すぎるんですけど。そんな龍二でしたが、物語が進んでいくと、尋問派という、かつて、東条会によって壊滅させられた、韓国マフィアの、ボスの子供だったという、衝撃的すぎる事実を知るも、本人は、特に気に留める様子はなし。東条会に壊滅させられた組織の、ボスの息子ってことは、実質、東条会に親を殺されたようなものなのに？そうなんです。同じく、尋問派だった寺田は、かつて滅ぼされた組織のために、死を偽装してまでして、東条会への復讐を果たそうとしたり、高島は、寺田を裏切り、尋問派を使って、海外進出しようとしたりと、インテリたちがごちゃごちゃ考えてる中、龍二は、組織のための復讐や、裏切りや画策で、成り上がることには興味を示さず、逆に、高島の裏切りが判明した際には、真正面からの銃撃戦を繰り広げ、重傷を負いながらも、倒し、我のような計算高い男には、所詮、天下などと連の矢、と、吐き捨てています。
計算だけで取れるほど甘くないってことか。その後は、満身創痍の中、桐生さんとの最終決戦に挑んでいて、体格を生かした大ぶりなパンチ、タックルやアッパー、QTE 入力をミスると、問答無用でゲームオーバーになる、渾身の左ストレートと、力任せの戦闘で、桐生さんとも、互角以上にやり合っていました。パワー系にも程があるよ、龍二くん。そんな感じで、初登場時から最後まで、龍の名を背負うのにふさわしいのは、どちらなのか？男と男の意地と、プライドをかけた、熱い戦いを繰り広げていたので、敵キャラながらに人気も高く、最後は、桐生さんに敗れた後の生死は不明。外伝作品では、騒動後も生き延びていた、という設定が使われ、スピンオフ作品も作られるほどの人気なんだ。とても、敵キャラとは思えない活躍ですね。というわけで続いては、本編とは関係ない、完全パラレルワールド設定で、龍二も主人公の一人となった、龍が如く、オブジエンドでの活躍を解説。まさか、主人公として出てくるとは。龍が如くオブジエンドでは、龍が如く2より4年が過ぎ、龍二は34歳となっていて、桐生さんとの死闘の後に、右腕を失い、近江連合からも破門され、おまけに、刺客からは命を狙われていたことで、自暴自棄になり、右腕がガトリングガンに変形する、超高性能の義手、黒金丸、をつけてもらうという、いろんな意味の魔改造が施されています。さすがはパラレルワールド、なんでもありやな。そして、裏社会からは完全に足を洗い、たこ焼き屋のおやっさんの下で、日々たこ焼き修行に勤しんでおり、こんなたこ焼き屋の兄ちゃん、本当にいたら怖すぎるよ。そこへ、射程だった二階堂が訪れ、近江連合への復帰を誘われますが、龍二は拒否。その後に、カムロ町でゾンビ騒動が起き、これが二階堂の仕業だと気づいた龍二は、かつての射程の起こした、けじめを取るために、ガトリングガン片手に、ゾンビたちを殲滅していくことになるんです。龍二なら、もうラクーンシティでも生き残れそうだよ。パラレルワールドの外伝作品ということで、同じく主人公を務めた、マジマの兄さんや秋山、桐生さんとも再会を果たしていて、特に、桐生さんとは一連の騒動の原因となる、二階堂を倒すために一時共闘、外伝作品ならではの、夢のタッグが実現していました。堂島の龍と、関西の龍の共闘は、熱すぎる。そうして、ゾンビ事件が終結した後には、おやっさんから引き継いだ、たこ焼き屋を再開し、関西の龍と呼ばれた、伝説の極道としてではなく、こわもてながら優しい、単なるたこ焼き屋の親父として、お店に訪れた、桐生さんと遥かに、たこ焼きを振る舞うという、ここでしか見れない、ほのぼのシーンも描かれていました。これはこれで、ハッピーエンドなのかも？ちなみに、本編では龍が如く6にて、これまで死亡したキャラクターが、写真に写る、心霊写真システムという、小ネタ要素が存在していて、その写真には龍二は登場しないので、今もどこかで生き延びていて、もしかしたら、今後どこかで、再登場を果たしてくれる時も来るかもしれませんね。新作が出たら真っ先に、各地のたこ焼き屋を巡るしかありませんね。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代龍が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくり組組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。